若宮八幡古墳は、埼玉県東松山市に存在する古墳。下からここ墳群に属しており、下から古三号墳とも呼ばれる。若宮八幡神社の境内にあって、円墳状に社殿が築かれている。墳急南側には、横穴式石室が開港しているが、江戸時代中期の明和年間には、現在の状態になっていたとされる。百六十四年三月十七日。 埼玉県の史跡に指定された。2010年と2011年に、石室の修復整備に伴う調査が行われ、現在では入口に講師土が設置されて石室への立ち入りは制限されている。なお、神社は、慶長元年に鶴岡八幡宮から分子されたと伝わっている。古墳は、東松山大地の西側の沿辺に位置しており、 噴径約34メートル、高さ4.5メートルの円噴。石室は、砂室業海岸によって蓄造されており、両袖式腹室構造で、全長8.8メートル、原室四4.28メートル、全室二2.55メートル、沿道一1.97メートル。天井石からの重量を軽減させるべく両側の、側壁画こを描きながら膨らむ、銅針型の構造となっている。 出土品などから、6世紀末から7世紀初頭の築造と考えられている。かつて石棺があったとされるが現存せず、石室からの出土品はない。紛丘周辺の溝から、埴輪の破片が出土したと伝わっているが詳細不明。なお、1988年の所在確認調査時に、紛丘西側から、円筒埴輪片が検出されている。ありがとうございます。